上運動食ブータニッピーようこそ。カフェ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。カミリーマーのロングスクールのティアメロンバターフェクトリーとダブルフリーメイクレアを食べたいと思います。メロンペストリーバターですね。だけどね、どっちでもいいかな。で、このダブルクリームメイクレアは昔、これもまた動画投稿を始める前に食べたことあるんですよね。その当時は結構な看板商品だったんですけど、美味しかったんですけど、いつの間にか消えちゃってましたね。本当、コンビニ商品って入れ替わりの話ですね。人気者もあっという間に見ぬ影もなく消えるんですから、芸能界も厳しいかもと。そんなことで、まずはこちらのまた、メロンバターフェストに下がって、こちら本当、ナルミマークの始めるずっと前から、販売されてるんだろうけど、ずっと前から、ずっと前に、うわ、揚げる瞬間に甘い香りと、それと同時にバターの香ばしさも感じしますね。それでは、なんか、普通のメロンパンとはちょっと形が違いますね。四角いって近いような、どんな味なんですか。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。続きますと、ダブルクリームクリアの難しい商品ですね。さあ、ちょっと久しぶりに堪能させていただきます。あれ？昔、ポリスが増えてる気がするぞ。気のせいかな？では、いただきます。ダブルクリームエフレは昔より濃厚になったチョコレートとさっぱりとしたクリームの相性が相変わらずバッチリで美味しかったですね。なんか昔から聞きながら相変わらず昔より濃厚って言ってながら相変わらずなんか矛盾してる気もしますね。で、こちらが美味しいのはむしろ自分の中では当然だったので、今回はあえてこちらを代表に添えたいと思います。このメロンバターペストリーは外側の生地が通常のメロンパンよりもさっくりとしていて、しっかりと歯ごたえを感じることができましたね。で、中のパン生地もバターの香りが強く感じられて、ちょっとデニッシュに近いような印象でした。ではカロリーは高いんですが、それに見合うだけの美味しさ、バターの濃厚な香りは楽しむことができましたので、こちらも食べてみてほしい商品だと思います。結構ボリュームありますね。というわけでこちらも代表として、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。縁で終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。